皆さんこんにちは、アニマランドへようこそ。ひらりです。ダディです。イエーイ。ウィンドブレーカー、今回はこれを着て実際に自転車に乗っていきたいと思います。イエーイ。はい、ということで今日は雨沢峠を登りに行くんですよね。はい、そうです。はい、なのでまあちょっと5年ぶりくらいの雨沢なんですけど、はい、左は頑張って登っていきたいと思います。では行ってきます。イエーイ。はい、ということで今向かっております。うおー、顔が冷てー。体はあったかいのにウィンドブレーカーすごいよこれ。マジで寒くない？こう顔とかがめっちゃ冷たい。寒い。体の上半身めっちゃ暖かいのに顔冷て。マスクも。いやこの風でね、ウェアこのウィンドブレーカー、ウィンドブレークしてるね。寒い。すごいなこれ。寒すぎる。めっちゃブレーク強いや。顔が冷たい。あ、めちゃめちゃいいね。超いいね。むっちゃいいね。すごいいいね。いいね。顔が超冷たいけど。座ったらダディサドルが閉まって、サドルが締め付けられてない。なんかカタカタ揺れるなと思って。サドルが緩いわ。そうない。いや、We got it for... ちょっとサドル締めるね。 Yeah. That's why we're wearing it for the video. 今ね、気温が10度ぐらいなんですよ。あったかいね。あったかい。なんかね、びっくり。顔とかは冷たいんだけど、上半身だけめちゃくちゃあったかい。あったかいよね。これちょっとびっくりですね。風当たっても全然寒くないの。そうね、むちゃむちゃあったかくない？めっちゃ暖かい。ねえ、全然風感じないよね。上半身だけ暖かい。すごいよね、これ。想像以上だよね。はい、段差あります。袖が特に暖かいよね。え？袖。うん、袖あったかいね。意外とまだベストとかでもいいかもね。ベストでもいけるね、これ、これだったらベストでも全然いけちゃう感じがする。全然大丈夫。ちょっと暑いくらいだもん、こんな寒いのに外。ああ。登るときは GA の方がいいかもね。ね、登るときは GA に変えてみよう。これから雨沢行くし。暑い。暑い。暑い。じゃあ GA に変える？変えようかな。ああ汗かいてる結構。じゃあそこのちょっと明るいところで止まろうか。ひらりは GA に変更します。頭が痒い。汗かいて。そんな暑いんだ。めっちゃ汗かいてる。マジで？だからさっきからもボコボコとかしてるときめっちゃ怖いから。ボコボコ？すごいよ。揺れてるもん、なんか。なんか砂がすごかったとか。すごいよ。あ、そう。わかるかな？あ、そう。消されたのか、ほら。マジで？へぇ、すごいね。汗でこう、こう見えるから。こんな、温度こんな低いのに。わかる、水溜まり。あ、そんなあったかいんだね。すごいすごい。素晴らしいっすね。めっちゃ暑いわ。めちゃくちゃ寒かったんだけど、来るとき。ああ、途中、坂下るとき？なんか、もう、叫んでたもん。寒い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 。あ、そう。体だけ暖かいけど、顔だけめっちゃ冷たい。あ、顔がね。顔冷たい。ちょっと寒い。ね、この首がすごい風が入ってこなくて、暑い。あ、そう。はい、違いました。はい、行きますか。うん、じゃあ。うわ、袖寒っ。こんな違うんだ。何が？袖があるのとないのと。寒い？袖寒っ。ああ、腕が？そう。
腕寒ってなる。あ、で、うわ、すごいよ。あ、そう。ちょっとベスト着て走ると。この風が当たってるのと当たってないのの差が、そういうことね、すごい感じれる。うん、じゃあもう一回着直したい感じ？そうでもない？そうでもない。けど、ここからちょっと上り、ちょうどいいけど、上り坂になるから、うん、ちょうどいいけど、すごいこの差を感じる。うーん。おー。なんか、サウナスーツをこう、着てる。サウナスーツを着る気分だったわ、さっき。それから暑かった。で、こう、熱が逃げないというか、そういうのがすごいいいね。冬にはとてもとてもいいですね。うわ、怖っ。うわ、怖っ。あ、怖い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 。え、この盛り上がりめっちゃ怖いんだけど。これね、これやだよね。じゃあこっち側かこっち側、どっちか走らないとこれ、これいかん。暑い。めっちゃ汗かいてるんだけど。前開けちゃったらガバって。ね。ジレ。裏キモを着ない方が良かったかもしれん。めっちゃ汗かいてるんだけど。マジ？汗だく今。うん。危ない。ナディ短パンだもんな。あ、どこにあるか分からん。指は冷たいね。出れるかい、うん、大丈夫かい。よいしょ。でも行きますか。よし、行っちゃえ。はい、頑張って。いただきます。ということで、アメさん一人で走り始めましたけども、どうせ抜かされていくので、ゆっくりマイペースに喋りながら行こうと思います。ウィンドブレーカーをこれはで今閉めてるんですけど、私後でね、後でなって外すと思うんだけども、まあ個人的に長袖はちょっとまだ暑かったかなという気分でございます。15度6度くらいですけど、もう水滴が内側についてるくらい汗かいちゃって、で、こうサウナスーツみたいにこう熱がこもってて、寒い時はめちゃくちゃいいと思うよね。ほんと、あれちょっとなんか遅かったかなと思ったんだけど、この届いてエグスの、そんなんじゃない、真冬でも全然いいかもってくらい使います。で、可愛いから普段着の上から着ても全然いいかもしれない。ベストジレっていうの今つけてますけど、袖があったのに比べてめちゃめちゃ風をこう腕に感じていて、ぶっつけこの、ちょっとひんやりはするんだよね。ひんやりはするのよ。だから、これ風のせいなのか、外の気温のせいなのかと思ったけど、ジレを着たらすぐわかる。これは、外の気温のせいだけであって、風は本当に感じてない。めちゃくちゃ暖かい。秋を。暑い。あ、消えた。
あ、ここ上がります。抜かされた。うん、早いね、早い、やっぱり登っていこう。今9度らしいです。気温は、体感26度。テレテレテレ、暑いよ。終わりたいと思います。皆さん、このウィンドブレーカーいいな、良かったなとか、この動画面白いなって思った方はぜひグッドマークをお願いします。そしてまだチャンネル登録してないよって方はチャンネル登録もお願いします。ではまたね、バイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの公開しています。チャンネル登録はこちらまで、よろしくお願いします。ああ、もう少し、もう少し。ああ。